塗装女子シリーズ、はい、第2弾。おペコちゃん、よあれペコちゃんペコちゃ ん, ちゃん今回第2弾で、今日は何やらせましょう。今日はあの土間の養生をやってもらいます。土間の養生、土間の養生大丈夫ですか、意気込みはどうですか。難しいと思ってます。第1回は大変だね。大変でした、手首です、ね、うん、で手首で今日は何やられますかね。腰やられますかね。中腰じゃあ早速じゃあちょっと行ってみたいと思います。はい、はい、じゃあ早速やってみましょう、はい、じゃお願いします。お願いします。とりあえず一番角度にそう、これ手伝わなきゃいい。はい、大丈夫。そこで貼ってください、一枚。あ、これ浜野さんやっとる、いつもこうやってテープ貼るところ貼りにくくなっちゃうってことですか。これがあるとテープがつかない。これ今までよりもめちゃくちゃ詳しい感じですよね。あ、これいい ね, 別にね。でこうやっていつも貼ってます、うん、いや違いました。あ、横、うん、あ、横なんだ。あ、ちょっとそれで話していいかな。こんな感じ、え、ぴったし、はい、こうやって感覚をかけたから貼っていくんですか。そう、ここでここで一枚、半分にして、ここで貼っちゃうと風で膨らんじゃう。あ、なるほど、そうやってやるんだ。そうっす、こんな感じですか。そうっす。あ、へー、すごい、なるほど。へえ。そうすると風で膨れ上がる。ああ、そうですよね。こっちの横は、そこは1枚、1枚横に壁とくっつけてやってる。大丈夫、こんな感じですか。はい、これちなみにこの緑のやつはノースリップって滑らんようになってますね。人が歩くようなそうですと、歩かん用の壁用とは違うということですね、はい、こっちも上げます。あとずっとこっちを立ててもらえる。先に、はい、はい、任せてください。おお、おっときますね。おおお、すげえ。3時間ぐらいあれば多分終わると思う先に帰るの俺映像映ってないとか今日一日浜野さんとかで体験入部して帰りますね、うちで、ある程度それを伸ばしていって、はい、先に、はい、先に伸ばすんですか。転がしながらじゃなくて、いや、こう、こう、こう、あ、そうすると下に入れるんかな。あ、そういうことね。これこっちにも持ってっていいですよね。はい、できればこっちからこっちほしい。ここ、ここの下ですか。あ、そう、あ、なるほど、なるほど、足、なるほど、なるほど、こういうことですね。で、先にそっちテープ貼っても大丈夫ですか。大丈夫です。すべてに意味があるんだ。本当ですね、見よう見まででやっても多分ダメですね。そうね、俺何も考えてこの学校でうろうろしてご飯もいただいてるだけやったけどなんて俺は恥ずかしいことしてんだ。でもやっぱ女性だね、丁寧だね、やっぱ相方がね。うん、足場のこのあるところはやりにくいから、やっぱりその分時間はかかる。やっぱ手先器用よ。表情は女の人だからな。あ、丁寧、丁寧ですよ。ああ、そう、器用で。ああ、そうですか。たまに夫婦の人でやってると思う。ああ、おるしね。お子さんの方が養生早いです。あ、養生やるんですか。そこを一回上げるんですか。あ、そこ、うん、それでも足場で倒れんのよね、別に一箇所だけだったら。あ、そっかそっかそっか。そうそう、もう支えられてるから。多分、あ、そっかそっかそっか、間違えてたから。もうそれで行っちゃうんかな。ジャッキ上げたら崩れると思うでしょ、うんうん、崩れないんだわ。それは何で言ったら全体が繋がるからね、うんうん、まあ、組んでる最中にこういう風になっちゃったらもちろん倒れちゃうけど、うん、全部が繋がって骨みたいになるでしょ、はい、骨ってアバラとかもそう、バランスがあるから壊れるでしょ、うん、これね、第2回だけどみんなチャンネル登録、うん、チャンネル登録してね、やめてるでしょ。これでもひょっとしたら、ね、女の人もちょっとやってみたいなって思う人いるかもしれないですね。そうそう、ガチの職人をやりたいみたいな感じ。そう、本当塗装職人って一番多いよね。足場とかはちょっと少ないけど、まあそうですね、女性の塗装職人って一番多い、多いんじゃない結構いますよね、女性。天野さん、こういうとこどうしてるんですか。ここは通らないんで切るんですか。私は切ってます。おー、うーん、切り込みを入れちゃうわけですね。やっぱもう現場に入ると全然違います。本社にいる時の感覚と今こうやってあの普段プランナーで外出てますけど、うん、こんなことは見ないです。うん、養生やってる時に来ても、あ、養生やってるわぐらいしか。うん、そうですよね。じゃあ実際にちょっとプロのスピードを見ていこうか。あ、こっからですか、ね、最後。まあね、まあ、今ペコちゃんが頑張ってやりましたけど、はい、じゃあ実際のプロ塗装技能士っていう30年ぐらいです。何もつけなかったですね。なんかあとは、あとでいい。ここで繋がるんだ。ああ、膨らんでくるんですね。早い。
本当にできる職人って本当にさ、俺思うけど、せかせかしてないけど気づいたら早いと、うん、急いで見えんじゃん、せかせかやってるように見えんけど無駄な動きがないんだよね。あ、すごいペコちゃんがしっかり、なるほど、押さえのために、あ、ははははお、そういう時はコブラの、こっちをグッと開けると回る。すごい、これ一応飛び職人だね。もういい、これ大丈夫ですか。大丈夫です、これで床の養生完成です。恥ずかしいね。はい、第2回塗装女子シリーズ、はい、これ見て女の子が塗装やりたいっていうのとかそういうのも増えるんじゃないかって、まあ、それ本当にいい話だな、まあ、ぜひ本当女の子もこれいいねつけて ねやってほしい、どうでした養生は。正直、簡単って思ってました今まで見てて、そういうけどね、窓の養生とかとはまた別で、ああいうところは、まあ、引いてテープ貼ってるぐらいの感覚でしたけど、大変です。大変ね、見てて。逆に、塗装より大変かと。そうなんだ。あ、そういうことね。体力的な問題は痛いかったですけど、逆に大変なのかなって思った養生の方が、養生の方が手間かかります。あ、そうですか。筋いいね。ちょっと浜田さんの下で肩のほうから。浜田さんどうでしたか。まあ、初回にしてはいい、はい、おー、ね、女性の方がなんか丁寧ですね。丁寧なんか、うんうんうん、やっぱそうだね、結構やっぱ見てると手先も器用なんじゃない、まあ、器用だね、はい、やっぱさっさっさっ動くしね、女性ならですね、なんかごめん、なんかごめん、多分今丸入りますてんてんてんってなっちゃったけど、俺間違えたかなと思ってね、いや思いました思いました。はい、そんな感じで、まあ、じゃあ塗装女子、はい、ペコちゃんシリーズ第2弾終わりましたね、はい、あの、はい、第3弾第4弾ぜひ出るんで、チャンネル登録、ぜひお願いします。また見てね、また見てね。